挨拶考えようぜ、のモノマネをする羽島恭志郎です。羽島恭志郎のモノマネをする羽島恭志郎ですっていうね。よし、これでいいかな。挨拶キーマリティでもうこれ二度と使いませんけど、やっぱ挨拶って嫌なんですね。うん、挨拶って嫌だ。やっぱね、もう自分にも縛られたくないっていうか、もう自分を自分ではない自分として生きたいので、今ね、視聴者3人が口くせえって思いました。3人じゃねえよ、 300% が思ったんだよ。そうだけツッコミめんどくさくて、もうテレパシーだけでツッコミした人っていうね。音に出さないで喋ってる人のモノマネをする、羽島恭志郎のモノマネをするということですけどもね、のモノマネをするでした。あ、このの、モノマネをするってね、またあれになる気がする。あれなんだよ、前一回やったんだよね。ボーヤボーヤーっていう、なんかそのね、ボーヤボーヤーっていう黒歴史があるんですよ。僕が何か言うたびに、ボーヤボーヤーっていう、ボーヤボーヤー、なんだボーヤボーヤーっていうね、やつがあったんですけど、それ黒歴史ですから、からのモノマネをするも黒歴史で確定！ブラックイニシャル D。あ、違った。ってね。歴史、英語。はい。僕はもうね、やばい。もう Google にね、Google に聞かれてるわ。もういいよ。もううんちブリブリ！うんちブリブリプテプテプテンゲラティンガラニョンゲラティンガラニョンレゾンドシーンタタタタタタキンテンロロンドナーロロンドナーツロロンドナーツということで、おしゃっしゃ。